メガネミーテのガブ飲みエリクサー。今日のメガネは不思議な色してるね。オパール色風メガネよ。前回のメノウの話にも少し出てきたけど、今日は10月の誕生石オパールについて話すわ。確かいろいろな意味で取り扱い注意な宝石だよね。そうね、いろいろな誕生石の中でも一番縁起が悪いと考えられている。10月生まれじゃない場合は持たない方がいいかもしれないわ。オパールは希望の象徴とされ、宝石の中では半奇石に分類される。オパールの最大の特徴は有色効果が有名ね。虹みたいに色彩が変化するのよ。とっても綺麗よね。半奇石って宝石は価値の高いと言われる奇石とそれ以外の半奇石で分かれるわ。ダイヤモンド、エメラルド、サファイア、ルビーが四大宝石とも呼ばれるけど、国とか宝石業界でも統一されていないから、まあ諸説ありってところね。でね、オパールって10月生まれ以来が持つと良くないことが起こると言われているんだけど、その中でも注意した方がいいのは婚約指輪としてオパールを用いないようにすることよ。そうしないと夫が早くに先立ってしまうと信じられていたわ。実際にこんな逸話も残されている。スペイン王アルフォンソ12世が最初の妻との結婚式当日、オパールの指輪を贈ったら間もなく死んでしまったので、今度は妹にあげたのね。そしたら妹も数日後死んでしまった。その後、義理の妹にあげたら、やはり3ヶ月もしないうちに死んでしまった。みんな10月生まれじゃなかったのかな。言い伝えを聞く限りは、そういうことになるわね。それで、立て続けに災難が起こるから、王は指輪のパワーに原因があると思い、王自身がその指輪をつけてみることにした。すると、やはり王も死んでしまったの。その後、再婚していた妻との間に息子が生まれ、アルフォンソ13世として即位したのね。摂政となった妻は、オパールの指輪をマドリードのアルミティナの聖母マリア像の首に吊り下げたって話よ。オパールのパワー怖い。そうね。オパールの持つ力をまざまざと見せつけられた逸話よね。でもあくまで迷信だからね。あまり気にしすぎないでね。一応、10月生まれじゃないのに、オパールもらっちゃったよという人はどうしたらいいのか。実は、古くからの言い伝えでは、オパールのその恐ろしいパワーを無効にするために、ダイヤモンドと一緒に身につけるといいとされているわ。パートナーに買ってもらってね。概要欄に貼っておく。やめなさい。そういったことはしていないわ。そんなオパールだけど、他にもいろいろな迷信が残っている。持ち主が死ぬとオパールはその輝きを失うとも言われていたわ。あと、オパールの持つ特質で視力を回復させる力があるとも信じられていた。目には見えない特別な性質も持っているわ。金髪の女性がオパールを身につけると髪の色をいつまでも美しく保つのに役立つとか、毒物のあるところにオパールを持っていくと青く変色するなんてことも言われていたわ。ふん、なんか最後は持ち主を守ってくれるような迷信が多かったね。そうね。10月生まれにとってのオパールは幸運をもたらしてくれる最強の石よ。ぜひ身につけてみてほしいわ。そして最後に、希少な黒のオパールはむしろ縁起がいいと考えられているから覚えておいてね。じゃあ今日はここまで。今日もメガネミーテのガブ飲みエリクサーを見てくれてありがとう。10月生まれの人もそうでない人も、みんなが元気で幸せに過ごせるようにパワーを送るわね。ゴッドブレスユー。また次回も楽しみにしてね。